小田急百貨店は5月29日から6月4日まで創業記念北海道物産展を新宿本館11階催事場で開催。多くの買い物客でにぎわいました。北海道展に出展したのは十勝地方の食品企業と工芸品など57社で、食品企業は50社を占めました。北海道は海産物、大地で耕される穀物など食の宝庫として知られています。出展商品は海鮮弁当からワイン、お魚、お菓子など様々で、どれも新鮮で美味しそうです。別海町道の駅別海ジャンボホッキ弁当を販売している川口真理さんにお弁当の特徴をお聞きしました。でですね、一番のメインはこちらホッキになっていまして、これが6枚入ってます。あとはイクラと、あとご飯の中ですね、サオマエ昆布が入っていたり、ごまが入った混ざったご飯になってます。でこちらはですね、見ての通り大きい貝柱が入ったものと、あと貝柱の他にコッコって言って子供ですね、あと耳ってよく言われますけども、このヒダヒダが入ったこの煮たもの2つ入っています。こちらは十勝スローフード代表取締役藤田圭さん。今日はうちのメイン商品のですね、牛トロフレーク、こちらの商品ですね、お持ちしております。こちらですね、凍ったまんま温かいご飯にかけていただいて、マグロのネギトロ丼みたいな形でお召し上がっていただく商品ですね。サラサラっとしてますんで、凍った状態でかけていただいて、ご飯の熱で溶けてくるところを、こう食べていただく商品で、残った分はすぐまた冷凍庫に戻していただければ、1ヶ月持ちますんでね。北海道ワイン安藤千里さんにお聞きしました。こちらが豊水ワイナリーの雪の系風のケルナーです。ケルナーはドイツ系のブドウ品種なんですけれども、すごく酸がきれいに出ていて、クリーンでスムースなお味わいですね。もともと奥尻ワイナリー、豊水ワイナリーを知ってる方が多くて、関東でなかなかこう仕入れられないので、すごくこうワインが手に入って嬉しいという意見が数多くいただいてます。小田急食品部バイヤー鈴木直人さんにお聞きしました。やはりこういった物産展で東京では知らないお店をですね、小田急としてはどんどんお客様にご紹介したいと考えております。新しいものをご紹介することによって、新しい商品も当然生まれてくるので、そういった意味ではどんどんとこう進化していくような物産展にしていきたいと思います。